まあ、根本さんが都知事選出馬を表明されて、そこから千代田区だか有楽町だかで演説したんですよね。で、それが公職選挙法違反なんじゃないかみたいな。で、公職選挙法違反っていうのは、事前の選挙活動に当たるんじゃないかっていうので、まあ、選挙の特定、だから、まあ、蓮舫さんがあそこで言ってたのって、七夕の日に都知事選があります、そこに戦いますみたいな話を言ったので、これがまあ、どの選挙なのかっていうのが特定されてるじゃないですか。で、候補者の特定は、まあ、蓮舫さんが自分で言ってるんで、候補者の特定でしょ。で、この投票の依頼、まだ20日以降は、その、1票入れてくださいっていうのはいいんだけど、それまでに1票入れてくださいとか、勝たせてくださいとかっていうのが、直接的でも間接的であっても、投票の依頼っていうことをしちゃダメだって、いうことなので、あれが選挙法、公職選挙法違反なのかどうか、僕はどっかでね、きっとメディアで喋んなきゃいけないだろうなと思ったから、選挙管理委員会に電話したんですよ。で、こういうのって OK なんですか？いいんですか？ダメなんですか？って聞いたら、なんか個別の案件、その一個一個私たちは捜査する機関じゃないから言えない。それは警察の判断なんだって言われたから、警察に電話したんですよ。電話番号聞いて、捜査二課のなんかその選挙担当のところに。で、蓮舫さんがやったあのことって公職選挙法違反なんですかって聞いたら、そういうことがあったっていうのは警察を受け付けるけど、でも今ここでそれがいいとか悪いとかっていうのは言えないんですって言われて、あ、そうなんですね。でも、選挙管理委員会の人に、警察に電話して確認してくださいって言われたんですけど、って言ったら、そうなんですよね。選挙管理委員会の方って、毎回こっち側に流すんですよね。言ってて。なんか、そこはもうなんか、言ったらこれって、たらい回しじゃないですか。だから、結局分からずじまい。蓮舫さんと枝野さんが発言したことって、で、そうそう、で、結局、警察の人にアドバイスしてもらったのは、あなたが都知事選に立候補するっていうことで相談すると答えてくれますよって言われたの。え？僕、都知事選に立候補するかどうかっていう前提じゃないと、蓮舫さんのあれがいいか悪いかって教えてもらえないもんなんですかってびっくりしたんですけど、でもまあ、じゃあ、僕が仮にね、僕が都知事選出るとしてアドバイスはもらえるんですかって、もう一回選挙管理委員会に電話したんです。そしたら、今、都知事選でそのことがわかる人が全員出払ってるって言われて、全員ですか？そうなんです。今全員出払ってるんで、じゃあ僕どうやったらこのモヤモヤは晴れますかねって言ったら、じゃあ夕方の5時以降だったら分かる人が戻ってくるから電話しますって言って電話番号を伝えたんですけど、それっきりかかってこないのでなんだかなっていう感じですね。だから分からずじまいです。蓮舫さんのあの行為が、僕はこの3つのね、これに当てはまってたら、公職選挙法違反、事前の選挙活動に当たるっていう3つがあるので、選挙の特定、候補者の特定、投票の依頼、この3つがあると、それは公職選挙法違反、事前の選挙活動に当たるんだってなるから、僕ね、これ、蓮舫さん自分で答えるべきだと思うんですよね。で、これね、ちょっとテンションが上がっちゃって、聴衆の前でついつい出てしまったとか、なんとかだったら、なんか僕は多めに見れるんですよ。でも、ルールを犯してるんだったとしたら、だってルールはルールだからね。でも、そのあたりをうやむやにする感じが、これ、政治家の人全般に言えますけど、自分が都合が悪いものとかをきっちり僕は謝罪して、反省して謝罪して、次に生かすっていう行動を取ってくれる人の方が僕は信用できるんですよ。で、少なくとも、あれは公職選挙法違反に当たらないとか、なんかコメントを出すべきだと思うんですよね。だって、もう NHK 党の浜田議員が、国会で質問してたんで、このことについては。で、僕は公職選挙法違反なんじゃないかなと思ってるけど、でも、これどこに電話しても、警察に電話しても、選挙管理委員会に電話しても、僕が欲しい答えは得られなかったとか、すっきりしなかったんで、まあでも党としてね、あれは、
いや、公職選挙法違反じゃないですよとか出さないと都合が悪いことは黙る。でも自分たちが指摘したいことは声を高らかに指摘する。で、当然野党なんでね、与党がやってることのおかしいところはどんどん追及してほしいと思いますけど、そうそう、所沢市長選で同じようなね、ことをやってて、それは書類送検されてるので、だからこう、すっきりしないこと起きるねって、せっかく都知事選楽しみにしてたんですよ、僕は。安芸高田市長、元ね、安芸高田市長なのかな、もう辞められたのか。石丸さん出るし、で、小池さんは出るのかどうかわかんないですけど、まあ、蓮舫さん出て、いろんな人が立候補して、で、その中で政策とか、どういうビジョンを持ってるのかって、見るのを楽しみにしてたんですけどね。こういう理由で、これは事前の選挙活動には当たらないんだってコメント出した方がいいと思うんですよね。で、それを聞いて、ああ、なるほどねと思えば、もうこのことを済ませて、都知事選に集中できるんですけど、このまままた、のらりくらりと、こう、かわされて、なんか、都知事選に入られて、どうすんだろうね、これ。みんなそれでいいのかね。これも、公職選挙法に当たるのか否かを、きちんとメディアは報じるべきだと思いますけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。